ついに始まる仮面一次試験。僕たちはヒーローコスチュームに着替え、試験内容の説明会へ向かった。仮面一次試験の通過条件というのがこれです。受験者はこのターゲットを3つ、体の好きな場所、ただし常にさらされている場所に取り付けてください。ターゲットにボールが3つ当たった時点でその受験生は脱落、3つ目のターゲットに当てた人が倒したこととします。2人倒した者から勝ち抜けです。通過は先着100名のみ、101人目からは不合格とします。ルールは以上。それでは仮面一次試験を始めます。4321スタート。実施、いや誰かの個性で地面が割れた。まずい、早くみんなと誰かと合流しなくちゃ。一人でいたらやられる。互いを生かす連携や戦況判断の年季が違う。全国の強い人たち、なんでだろう。ちょっとドキドキしてきた。当たった。ダメですよ、ぼーっとしてたら。でもピンチなのに笑ってるなんて変なの。目の前から突然現れた。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この星、止血方向。余裕があってかっこいいね。超人だ。これボンボールで殴ればいいじゃんね。よく喋りますね。友情に話してる場合じゃないのに。君にここから、僕の形を。いいね、まだいけるし。マジ好奇、ほらちょい本気。バン、オッケーオッケー、連れていく。行くっしょ。行くっしょ。ドヘッ、おいやれ。やっ、超応用。痛いよ。ドヘッ、マジ急だ。勝つために足を残した。終わらない。ザラッ、ダウンフルトラ。無理。またいない。幽霊が早めに脱落する可能性を考えて会いに来たの。せっかくの交流チャンスだし、あなたたちのこともっと知りたくて。危ない。消える個性だと思ってる？私はただ隠れてただけよ。これは技術、相手の目と耳から私の存在をそらすのよ。止血ではそんなことも習得できるんですか？その瞬間、息を止めて何も考えず、潜む、紛れるの。何も考えずが難関よ。コツは訓練を訓練と思わないこと。危な、最悪だ。誰とも合流できず大勢に囲われてる。さっき考えてた最悪を実現してしまった。大丈夫？こっちに早く。この声はウロロカさん。